来てみたよ。これって、これもグリムワールドの夜なんでしょうか。にしては二人だけだね。前にもこんな場所に来たな。ああ、間違いなさそうだ。ということは、ラルバ、やっぱりいるみたいです。ここが行方不明の一家がいるとしたら、とにかく探索してみましょう。あ、この景色、どこか懐かしいような不思議です。うん、一体どうして？なんでだ。懐かしいって不思議だな。なんか一緒にも夢の中に出てきそうな見た目の人です。人ではないけど。初回ここだったっけ？場所ね。おお、いましたね。お兄ちゃん、下がってアーチェ。クソ、すまねえテイト。アーチェ、諦めないで。む、か、怪人。今のうちに下がってください。行きましょう。アドルさん、名前言っちゃってる。大丈夫。にゃん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 と。オッケー。ん？あ、次から出てきそうですね。うわ、何？これで決めます。これで決めます。おお、かっこいい。うん、倒した。わあ、すごい、やっつけちゃった。まさか噂の怪人が助けてくれるなんて。よかった、無事みたいですね。行方不明になっていた方々で間違いありませんね。は、はい。自分はテイトと言います。喋った。父の後を継ぐために見習いの鍛冶職人をしています。でも何が何だかわからないうちにこんな場所に迷い込んでしまって。来てくださって本当に心強いです。あ、こちらは妹のアーチェです。わあ、耳が生えてる。ふさふさの尻尾も。赤い髪の人はちょっと怖いけど、目が綺麗でかっこいいかも。に、目が綺麗。それに、はい、すっごく強そうだね。思ってたより元気みたいでよかったです。ガッハッハ、兄ちゃんたちもなかなかいるじゃねえか。俺はグスコ、こいつらの負傷の親父でな。助けてくれて礼を言うぜ。本当にありがとうな。1週間、そんなに経ってるんですか。僕らがここに来てまだ丸1日くらいだと思うんですが。本当？そうなんですか。ああ、でもそういうものなのかも。あ、確かに夜戦ってる最中ってさ、周り止ま、時が止まってるように見えるもんね。いつものグリムワールドの夜でも現地の時間も進まないみたいだし、おかげで間に合ったと思えば運が良かったのかもしれませんね。うん、よくわかんないけど、お父さんがいてくれればきっと大丈夫だったはずだよね、お兄ちゃん。あ、そうだね。そもそもどうしてこの場所に。あの、ああ、多分俺が持ってるハンマーのせいだろう。ああ、呪われたっていう。ハンマーですか。うちは先祖代々鍛冶師なんだが、その普通の鍛冶師とは一味違ってな。
魔を下ろして魔を払うと伝わる魔孔孔魔具ってもも鍛えるための土なんだ。へえ。おそらくこいつが化け物どもを引き寄せちまったんだろう。孔魔具っていうとそんなものを鍛えられるなんて。でも化け物を引き寄せるって、え、大変だね。ひまた、でもこの数は。父さん逃げよう。いやいや、やっぱりいつまでもこのままってわけにはいかねえか。ああその通りや。え、アプンリリスさん、そなたたちも首を突っ込んでいたとはな。え、この買った怪人さんってこと。要はここは言えばの夜のなりかけ、不完全なグリムワールドの夜だ。原因を除かぬ限りラルバは現れ続け、やがて完全な夜となるだろう。その前に御陣を果たされるがいい。あ、そういうわけじゃないんだ。怪人ではなくって何かを担ってる人なんだ。原因だって、それはそういうことかい。人の未練ってのは恐ろしい。この身になって初めて思い知ったぜ。ただこいつらに一目会いたかっただけだってのに。あ、これじゃあ向こうに行った時母ちゃんに叱られちまうな。なるほど、お父さん死んじゃってるってこと。父さん、グスゴはテイトにハンマーを渡した。すまねえな、一人前になるまで見てやれなくて。だがお前ならきっと父ちゃんを鍛える、じゃない、超える鍛冶師になれる。アーチェも兄ちゃんをしっかり支えてやってくれ。あー、さっき お父さんがいれば大丈夫だよっていうセリフってなんか引っかかったけど、そういうことだったんか。お前の花嫁姿を見られないのはちょいと心残りだがな。お父さん、お父さん、これで何も思い残すことはね。お父さん守ってくれてたんだね、この二人を。でももう大丈夫だから。いや、ダメだよ、お父さん。お父さん、僕まだ教えてもらいたいことが。いや、お前には俺が教えられることは全て教えた。ここから先はテイト、お前自身の頑張り次第だぜ。頑張れよ二人とも。俺はいつだって見守ってるぜ、お前たちのことを。お父さん、なるほどね。父さん、お父さん、父さん、どうして来てくれなかったんだよ。アーチェちゃん、テイト君、グリムワルドは完全に消滅したようだ。その土がグリムワルドを呼び寄せることも二度とあるまい。後のことは任せたぞ。なるほど、土があの世界を。グリムワルドの夜って一体ね、なんかそう、死人との狭間でもあるのかな。その後アドルたちはテイトとアーチェを慰めつつその場を離れ、依頼者のジェフリーに姉妹兄弟の無事を報告した後、そのままダンデリオンへ彼らを案内した。そう、本当はお父さんは2年前に病で、はい、こんなことあるはずがないって思いながらも、あえて嬉しくて。お父さんは生きてたもん。アーチェ絶対探すもん。アーチェちゃん、テイト君も両親を失ってから二人で支え合ってきたんだ。無理もないさ。いろいろとやりきれねえが、気になることもあるな。はい、怪人じゃない普通の人がグリムワールドに巻き込まれるなんて。アプリリスさんはグスゴーさんの未練が原因のように言ってましたけど、亡くなった人と会えたのも亡くなった人と会えたのも含めてかなりの異常が起きたのは間違いない。グリムワールドの夜とやらまだまだわからないことだらけだな。でも普通の人にも危害が及ぶとしたら、いよいよ放っておけないわよね。アドル君たちにはこれからも頑張ってもらわないと。
皆さんはあの化け物たちと戦ってるんですね。たちなんかな。僕の家で代々伝え作られてきたコウマグは魔を退ける不思議な力を宿すんです。そのせいか父さんが鍛えた武具の周りではよく不思議なことが起きてしまって、災いを呼ぶなんて悪評が広がってじゃない悪評が立って職人街を追われてしまったんです。父さんは僕たちに申し訳ないと病を患ってからもずっと気に病んでいました。僕に家事技術を教えたことも本当に良かったのかどうかって。でも父さんとそして皆さんと会えて僕にもやるべきことが見えてきました。まだ未熟かもしれませんが、どうかこの力を役立ててください。父さんの思いに応えるためにも。お兄ちゃん、私も手伝う。お兄ちゃんに頼まれたからじゃない、お父さんに頼まれたからお兄ちゃんと一緒に頑張るから。それは私たちに協力したいってことかしら。そうは言ってもなあ、いいじゃない、私は賛成。コウマグは力になってくれそうだ。そうだな、もうちょっと明るく言ってほしかったな。そうですね、私たちとしても助かります。さすがに酒場の手伝いはさせられないけど、アドル君たちの力になるのは確かみたいね。怪人を知る者同士、一蓮托生といきましょうか。また危ないことに巻き込まれないとも限らない。私たちと一緒にいた方が彼らも安全だろうね。旦那まで、やれやれ、こりゃ決まりみてえだな。じゃあ、いいんですか？やったね、お兄ちゃん。その代わり、その代わり？ダンデリオンの一員になるからにはビシバシ働いてもらうから。お姉さんと一緒に頑張ろうね。はい。なんかダンデリオンみんな結束が高いですね。こうしてテイトとアーチェはダンデリオンに出入りすることになり、怪人を支えるメンバーの一員として力になることを誓うのだった。よし、上出来だ。消えた一家の行方を達成した。やった、テイトとアーチェが仲間になった。テイト工房と倉庫版アーチェが利用できるようになった。倉庫版？テイトがグリムワールドの夜で力を貸してくれるようになった。へー、テイトとアーチェは火事場にいるようだ。改めて二人に声をかけておこう。冒険日誌、テイト。テイト14歳だよ。コウマグの鍛冶職人。代々コウマグを作る鍛冶師の家系に生まれた少年。亡き父から引き継いだ土と。で、12歳だったってことでしょ。技術を生かし、妹のアーチェと共にアドルたちに協力することに。壮絶な人生ですな。アーチェは乗ってない。あや、そうだ、テイトもグリムワールドを手伝ってくれることになったぜ。得体の知れない連中相手に、相手の戦いに子供を巻き込みたくねえんだが、相手の力を借りられたら助かるのも事実だしな。まあ俺たちの方でも守りを固めつつうまくやっていくから安心してくれよ。ドギ、そういうしさ、あのさ、うん、またな。心配してくれるのドギだよな。よ、テイト君たちはひとまずここで寝泊まりしてもらうことになったよ。私をはじめみんなで彼らの生活を支えていくつもりだ。二人にとってここが安心できる場所にしてあげたいものだね。うん、無実の罪の者が、これは読んだか。アドル君、ここに、あー、そっかそっか、なるほど、ここになるのね。テイト君よろしくね。アドルさん早速来てくれたんですね。こちらでは装飾品の作成に加えて武器の強化もできますので、家事仕事が必要な時はいつでも僕に声をかけてください。しっかりしてる。なるほどね。そういえば肝心のコウマグについてなんですが、何分僕はまだまだ未熟で父さんと同じようにもいかなくて、ちゃんとしたものを作るためにはどうしても設計図が必要になるんです。生前に父さんから受け継いでたものもありはするんですが、一つしかなくて、どこかで設計図を手に入れたら僕のところへ持ってきていただけませんか？わかった、もちろんそうさせてもらうよ。ありがとうございます。さっきも言いましたけど、
フォーム具以外にも作れるものはあるので、遠慮せず何でも言いつけてください。おーい、アクセサリーね。それではアドルさん、どうかよろしくお願いしますね。こんなに立派な工房を使わせてもらえてありがたいです。まだまだ父さんには及びませんけど、精一杯頑張りますね。何でも申し付けてくださいね。ブレイドリングとかがもう2ができる。これいいな。他にも要件があれば言ってくださいね。今日もガンガン働きますよ。他にも要件があれば言ってくださいね。今日もガンガン働きますよ。コーマグはまだ1個だけって言ってたけど、その1個なんだったの。さっき選択肢あったけど、まだじらさないでくださいよ。いや、私がじらされてるんだよな。いつでもお待ちしてます。はい、これも火がグツグツいってる。預かり屋へようこそ。実は私、ドギソンからダンデリオンの倉庫版を頼まれたんだ。これからみんなが集めてきてくれた食材や素材なんかを管理させてもらうね。ちなみにアドルさんは外から素材をたくさん持ってきてほしくって、それをここでよりいいものに交換させてもらう感じかな。それじゃあ改めてよろしくね。なるほど、上位互換に変えてくれるのか。お父さんについてはまだ気持ちの整理がつかないけど、もらった恩は必ず返せってお父さんが昔から言ってたから、私にできることは協力するからたくさん頼ったよね。いらっしゃい。かわいい。なるほどね。あ、レーズンがこういう上位互換復活になる。お目が高いね。ホワイトナッツもこうなるのか。ホワイトか。お目が高いね。あー、雫とかもこういう上位互換にできる。あれは銅鉱石が銀鉱石になったりはしないの？するわ。どう？鉄だわ。お目が高いね。なるほどね。もっと見ていく？バイト？いらっしゃい。へえ、お金になるな。何も。バイバイ。また来てね。さっきまでできてなかったんだ。ヘイト君たちのことは心配ね。しっかり者な分無理してるだろうから、きっと無理しちゃってるから見てて心配になっちゃうわ。はアドル君の事情を聞いた時は驚いちゃったけど、私も店長も君たちのこと応援してるから、酒場の方私たちに任せてちょうだいね。あら、レシピ帳を持ってきてくれたのね。早速まかないのレパートリーに加えておくわ。アドルちゃんも気になったら食べてみてちょうだい。ベイクドポテトね。頑張ってきてね。間違えた。アドルちゃん、いらっしゃい。テイチョちゃんとアーチちゃんのことは心配ね。辛いことがあったばかりだもの。もっと甘えてほしいものだわ。とりあえず何か温まる飲み物でも持って行ってあげましょうかね。ほーら、作りたてよ。お腹空いたらまた頑張ってきてね、アドルちゃん。はい。テイト君たち、若いのにとてもしっかりしてますよね。コーマグ作りやお手伝いもしてくれてとっても頼りになりますし、私ももっとしっかりしないと。逃がしません、逃がしません。やっし、やめ。200になった。201とか行くんだ。あの、こう左2個溜まったら何かあるんかなって思ったけど、ちょっと何があるかわからんな。ひたすらこれもう無心でできるんだね。無心でできるのいいな。無心すぎてアドル君に全部任せたな今。よし、じゃあクエストも終わりましたので、そうですね、長期の渦に入り障壁を破壊しようっていう感じのとこからやっていきますか。こちらになりますね。おい、はい、結構通行人いるけど、あ、そっか、この中に入るんだったか。挑戦する、正門通りの攻防戦、水晶レベル12、ウェーブは3。
ファング街に広がる障壁の前に現れた正気の渦、これを攻略すれば新たな道が開けるかもしれない。コーマ設備も準備してグリムワールドの夜に挑めきます。お、見つけた。誰？おお。よう王様。そうだね。でもなんだろうな、でもすごい喧嘩腰できてるじゃん。でなんかこう血気盛んなさ主人公だったらずいぶん暴れてるようだなって、なんかこう嫌味いたらしく言うのもありそうだけど、アドル君は言わない気がするんだよな。何か妖怪？まあな、こうして待ち伏せたのは他でもね、前の夜でも見せてもらったが、剣はなかなかの腕みてえだな。買いかぶりだ。遠慮する必要はねえぜ。立ち振る舞いを見ても力量はわかる。グリムワールドの前にぜひ行ってご教授願いたい。マジ？まあ聞くまでもなく相手してもらうつもりだが。怪人同士の死闘は禁じている。あ、そうなんや。それも呪いの一つだと以前にも教えたはずだが、たかよ、愛も変わらず手の施しようのないうつけだな。アプリリス、このクソアマ。極限だ、遊んでいる場合ではないぞ。なんか呪いの一種というからにはさ、こう勝手に発動するぐらいに思ったけど、さもなければ永遠の夜は、完全にアプリリスが止めに来たって感じだったね。アプリリスってずっと私たちを監視してるんかね。どうなんだろう。ラルバからスウェンを守り抜け。広いよ。皆さん頑張りましょう。おい、あ、そっち。向こうのそう、みんな早い。こいつでどうだ。お、みんな待っているとか言うんだ。みんな待っているめっちゃかっこいいやん。このまま頑張りましょう。ここは任せてくれ。とどめだ。よし、3ウェーブ終わった。お疲れ様。お疲れ様。見事だ。さ、リザルトなんですが、今サポートしてくれてるのはこの4人。どんぐらい増えるんだろうね。英語で書いてあるから、シャオシャンティにセーブ。一番上の3ポイントあれ何？私その単語知らない。調べる。玉玉って何？玉って何？魔物が出てくる玉のこと、それとも守る玉のこと、ちょっと分かんないっすな。素晴らしい活躍だ。この調子で頼むぞ。施設ないのかな。 S が最高かな。さすがアドルだな。ウィー。はーい。ウィー。皆さんお疲れ様でした。シロちゃん、何かあった？喋り方が変わった気がするけど。確かにね。
もう内面まんまになっちゃったっていうね。へ？あ、はい、そのいろいろありまして、確かに雰囲気も変わりました。まあ今の方が自然な気がするけど、前はどこか気持ちなかったよね。ははは、どうでもいい退屈な話だが、だな。それより赤の王さんよ、赤の王さんよ、不本意だが勝負はお預けだな。そういやあんた監獄に侵入してロムンの騎士団に喧嘩売ったって。監獄に？いいねいいね、楽しいことするじゃねえか。喧嘩売ったわけじゃないんだ。いや、結果としちゃ同じことだろうが、二人にはもっと慎み深い行動を希望するよ。外人がみんな同じような輩だと思われたくはないからね。最近ロムン兵も聖国騎士どもも散々挑発してやったからな。お行儀のいい、お行儀のいい騎士どももそろそろ堪忍袋の尾が切れるかもな。なるほど。あんた一体何のために、自分が楽しければいい系の人じゃない、こういうの。俺は異能を人の役に立てようとか隠しておこうとか考えちゃいねえ。剣は人を切るためにあるし、力ってのは破壊のためにあるもんだろ。誰もそのことを否定できねえし、俺も否定するつもりはねえ。なるほど。置物や骨董品じゃねえんだぜ。ドックン戻る？どうやら時間のようね、夜が明けるわ。それでは皆様ごきげんよう。高やういねー。